栗山英樹前監督、WBC 映画に、やばかった。ぜひ泣いて帰ってください。侍ジャパンの栗山英樹前監督が4日、都内で映画憧れを超えた侍たちの舞台挨拶に登壇した。3月の WBC で世界一に輝いたチームの舞台裏に迫ったもので、僕も見てやばかったんで、いろいろな思いが込み上げてきて、ぜひ泣いて帰ってくださいと、劇場を訪れたファンに呼びかけた。映画制作者、本当に泣きたいのはこっちだよ。役は消しゴムマジックで消えたんけ？山川どれぐらい出てたの？無修正でいくってなんかで見たけど、そもそも WBC 見てないからどれぐらい関わってたのかすら知らないけど。メキシコ戦でいつの間にか点入ってるんやろな。正直そんなのはどうでもいいわ。最後の集合で大谷の近くにいたってレス見たから、そこが興味ある。カーテンシャーの舞台裏、収監される山川と娘の長い別れのシーンないのに泣けるんか。公開前から大爆死確定とか追ってたけど、予想外のスマッシュヒットで山川煽りしかなくなった。33番が映ってないか無意識に探してしまって集中できなかったわ。佐々木のとこ以外は笑えるシーンのが多くておもろかったで。昨日言ったけど泣くとこなかったで。確実なのは山川探しばっかしてしまう。ダルと佐々木と源田のエピソードが深掘りでよかった。まさか山川は出てないよな。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。